に点が足りないってのに。志望校？まさか、まるで考えてなかったんじゃ。まるで考えてなかった。高木くんたち、志望校の話してるの？うん。どこにするの？葛城さんは？私は大岡学院に行けたらいいなって思ってるんだけど。大岡学院？まさか高木くんも？そうなんだよ。一緒に通えるといいね。保育園からずっと一緒だなんてちょっとすごいよね。はるか、プリント配るの手伝って。うん、今行く。じゃ。葛城さん、なんだか嬉しそうだったな。なんでだろう。悩みなの？私でよかったら力になりたいな。実は真嗣と隼人が性格の真逆の女子二人と仲良くなったそうなんだけど、おとなしい子の方がきつい性格の子のことが好きじゃないらしいんだ。で、みんなでうまくやっていくにはどうしたらいいのかなって悩んでるんだ。好きじゃないらしいってことは聞いてないの？え？本人に聞いてみればいいんじゃない？塾の帰りだったんだ。こないだはありがとう。え？何のこと？言ってくれたよね、本人に聞いてみればいいじゃないって。だから直接聞いたんだけど、そのおかげで問題が解決できたんだ。あれ、高木くんのことだったんだ。え？やだな、真嗣と隼人の話って言ったじゃないか。そうだったね。おやすみ。ああ、おやすみ。まさか、これはあれか、シルフィーと同じヤキモチというやつなのか。いや、そんなことあるわけないか。絶対ない。